高のオアシス企画、首の筋トレ、ラグビー好きになったきっかけは何ですか？好きなユニフォームとかありますか？面と向かって言えないような佐野さんと正樹さんのいいところを言ってください。関西 A リーグの特集をしてほしいです。ようこそ三浦浩一の部屋。今日も張り切ってまいりましょう。おかげさまで皆様のご協力もいただいて、チャンネルの登録者数が6000人を突破しました。ありがとうございます。いや、正直言うと、ここ最近チャンネルの登録者数が全然伸びないななんて思ってたんですけれども、ただもう本当にコメントしてくれる方はどんどん増えてるんで、まあ、伝わってる人に伝わえて、まあ、少しでも少ない方でも僕の動画を見てくれている方がいらっしゃるっていうことが励みになってたんで、まあ、気にしちゃいけないと思いながらもうやっぱでもちょっとは気になっちゃうんで見てたんですけれども、やっぱりJスポーツ企画未来の日本代表の新戦力の動画のぐらいから、またパンパンパンって増えたんで、まあ、それはそれでね、やっぱ嬉しいんで、また頑張っていこうかなと思うんですが、ね、これもう YouTuber の人とかも100万人とか10万人とかってどういう数字なんだろうと思うんですけれども、まあ、ね、ラグビーの試合もない中でも、こうやってお届けすることで、皆さん少しでも伝わってるのが感じて、本当嬉しく思います。ということで、引き続き応援のほどよろしくお願いします。それで一緒に楽しみましょう。で、まあね、多分ですけど、秋はやってくれると思います。うん。ちょっとテストマッチとかいろいろ厳しく飛んじゃうかもしれませんが、秋は高校も大学もトップリーグもきっとやってくれるだろうということを期待して、今は皆さんと試合がないけれども、日々楽しんでいければなと思います。一緒に楽しみましょう。で、この企画結構僕の中での心のオアシス企画って呼んでるんですけど以前佐野がツイッターでなんか何でもいいっすよ、質問受け付けますみたいなことを言った時、こんなの質問してくれる人いんのかなと思ったら、まあ、結構いらっしゃって、でそれに関して返答の動画っていうか、それに答えるっていう動画をやったら、やっぱりその動画をやってからかですね、また質問がすげえ増えてですね。で、皆さん、本当に YouTube のコメント、時間があったら見てください。もうラグビー、僕よりも詳しい人、たくさんいますからね。そういう方々が意見の交換できる場としてあるのは、すごく僕も誇りに思うんですけれども、時々、すごい質問が来た時に答えられなかったりする時もあるんで、すいません、そこはご理解いただけたいんですけど、なんかですね、Twitter に関しては、なんか、すいません、今日もあるんですけど、全くラグビー関係ない質問とかもあって、まあ、これはこれでたまに面白いなという感じがして、もちろんラグビーの質問もあるんですけれども、なんかざっくばらんにお話しできればなと思いますと、いうことで、今日結構溜まってるんで、ちょっと2回に分けていこうかなと思います。ありがとうございます。本当にね、ね、こうやって質問いただいたりコメントいただくとね、すいません、もう毎日ね夜中に事務所来て、まあ今もうこんな話すんだって話なんですけど、まあちゃんと昼間は家族と一緒に過ごして、で夕飯も家で食べて、である程度みんな寝静まる前ぐらいの時に、じゃあちょっと事務所行ってくるわっつって、車で事務所に来て、動画何撮ろうかなって言って、で動画撮って帰るという状況で、もう人とも会わないようにしてますし、もう車なんで、もう夜誰も走ってないですから、もう往復もそんな時間かかんないんで、結構楽しくやってるんで、引き続きなんでそんな話してんだって話なんですけどまあそういう意味で届いてるのは嬉しいんですけど、ツイッターの質問がですね結構僕好きで、これはちょっとお答えしていきたいなと思います。ということで、前段長くなりました。いきましょう。今日何人ぐらいいけるかな、感じです。この方はちょっと漢字が難しくて、ちょっと全部読めなかったんですけれども、まあ早く言えば、脊髄損傷防止のために首の筋トレをするのは本当に効果的と言えますかとか、またおすすめ、効果的だった、頸部筋トレの方法があれば教えてくださいということで、ちょっとこれお答えするのやめようかなと思ったんですけど、ちょっと首の筋トレっていうことでちょっと反応しちゃったんですけれども、ですね、本当に最初教わったんですけど、ラガーマンで一番やっぱり怪我気をつけなきゃいけないのは首なんですよね。うん、
で、足折りましたし、鼻折りましたし、腕も折りましたし、脱臼とかも何回やったんだって話なんですけど、おかげさまで首系はないんですけど、首系がやばいのはやっぱ神経系なんで、下手したら下半身不随とかにもなるぐらいやばいんで、本当にすいません、そこは科学的に根拠があるかどうかっていうのは僕は専門の医者じゃないんで何とも言えないんですけど、ただラガーマンとして首は絶対に鍛えなきゃいけない、首が細いラガーマンはいないです。で、ちなみに僕で言うとですね、首はですね、毎日、当時ってなんかの動画で言いましたけど、いくら対抗戦の上位を争うチームとはいえ、ウェイト設備とかも全然なく、当時ってウェイトトレーニングっていうよりもなんかうさぎ跳びじゃないんですけれども、グラウンドでスクワットとかやったりして鍛えるっていうことで、あんま科学的なトレーニングがちゃんと全大学とかまで浸透してたのって僕が卒業した後なんですけれども、それでもですね、首は毎日やってました。だから最初、軽く走ってストレッチして、でその後僕がやってた一番の首の筋トレは2人1組になって、で1人がこうやってしゃがんで上からこうやって押すと、でそれをこうやって上から押された時にこうやって自分はこうやってそれを逆らうようにしてやると、で押す方はこうやって下にやって、首の筋トレやる方はうわーってやるっていうのをが2人1組でやって、でこの上が終わったら横向きで寝て、上から押されてこうやってやったり、こっちでやったり、あと前とかもありましたね。で前が本当に軽く押さえてるだけなんだけど、もう全然ないってことで、首は本当に筋トレすごいやってました。でそれが一番簡単な首の筋トレで、で次がブリッジですよね。でブリッジで頭で支えて、右に左、前に後ろにっていうのがもう何ですか、ストレッチとセットでした。だから首だけは気をつけろっていうのはもう散々コーチからとか監督からも先輩からも言われて、もうおかげさまで首系の怪我はなかったんですけれども、それは毎日一応あんまりウエイトが好きじゃない僕でも強制的にやらされてってよかったかなっていう感じがします。今はもうもちろんここになんかぶら下げて20キロで30キロでこういう風にやったりするのがあったんですけど、昔ってそれなくてすごく人工的にやってました、人工的っていうかもうなんつうかアナログ的に2人1組になってやったり、1人でやるときはやっぱブリッジが一番多かったですね。だから時々首の今とかも肩こりとか仕事とかやった時もなんか首が弱ってんのかなとか思って、なんかマッサージ行くだけじゃなく家でブリッジとかしても結構しんどいんですけど、たまにこうやって首のこととかをやると結構健康にも よくなってるなっていう感じはしますので、すいません、この方の質問に 100% 答えられてるかどうか分かんないですが、首は本当に徹底して言われてました。でそれに関して科学的な根拠とか言えないんですけど、でもなんとなく首っていうのはいろんな神経が集中してるから首を怪我したら本当やばいなっていうのは思ってたんで、そこは一生懸命トレーニングしてよかったかなっていう感じはします。ということで質問ありがとうございました。じゃあ2つ目いきます。ラグビー好きになったきっかけは何ですか。いいっすね、こんなの動画で1本届けたらなんかみんなに殺されそうなんでこの数ある質問の中でこれなんですけど、ちゃんと話したことはあったかどうかわかんないんですけれども、僕がラグビーをやったきっかけは間違いなくスクールウォーズですね、山下真司さんの。もっと厳密に言うとちょっと親の意向があってサッカー野球じゃなくラグビーをやったっていうのがあるんですけど、あとはたまたまその山本海君みたいにラグビーのあるところの学校に行きたいなんて思ってなくて、中学受験をした時にたまたま入った慶応にラグビー部があって、小学校の時から僕やってたんで、その流れで続けて、あれよあれよと大学まで続けたってなんですけど、きっかけはスクールウォーズかな、なんかかっこいいなとは思ってました。であとやっぱサッカー野球がメジャーの時、性格的になんかメジャーなスポーツよりもちょっとマイナーなスポーツって選ぶ方っていらっしゃると思うんですよ。だからそういう性格でもあったかなって気はします。でなんですけど、どうなんですかね、こんなにラグビー見てるの今ですね。そういう意味では今がそれプレイヤーとしての楽しみは違うんですけれども、引退してから一ラグビーファンとしてこんなにラグビーファンになったのはこの動画を始めてからですね。
動画を届けなきゃいけないっていうなんか謎の使命感とかも時々あったりして、でそうなってくると調べる。当時なんて自分の好きな試合、慶応の試合を中心に見てたり、サンウルブですらも見てなかったじゃないですか。だけどなんかいろいろもっともっと知ろうっていう気持ち、伝えたい、うん、ラグビーの魅力を伝えたいって言った時にいろいろ調べることによってどんどん好きになったなっていう感じがします。あとは、まあ、魅力的な選手、僕はあのビジネスもそうなんですけど、やっぱり人と向き合うのがすごい好きなんで、お会いしたこともないし話したこともないんですけど、調べれば調べるほどその人に感情移入して好きになって、その人のプレーを見たくなるっていう、そのいい循環が生まれたんで、この方のその質問で言うと、やっぱり最初好きになったのは、ちょっと気になったのはやっぱスクールウォーズで、スクールウォーズ世代って絶対いて、あのやっぱり僕の周りとかもやっぱきっかけはスクールウォーズだっていう人多いですから、あのラグビーはご存知、皆さんもこれ知ってると思うんですけど、兄弟でラグビーやったり、あと家族的にラグビー家族みたいなのが多いから、結構親の意向とかもあったりするんですけども、そういうのがない僕の周りとかはやっぱりスクールウォーズだったなっていう感じがします。あのスラムダンクが大人気だった時にね、連載中とか終わって伝説になった時に全国のバスケ人口が増えたっていうのもあったりするぐらい、そういうのが影響は受けやすいというところはあるんで、僕がそういう意味ではその後ラグビーのヒットドラマとか漫画とかが、漫画とかもちょこちょこやるんですけど、そんなに爆発的にヒットするものがなかったんですけど、やっぱスクールウォーズはそういう意味ではモンスターだったかなと。あの時にラグビーを始めた人っていうのは、ラグビー人口多分あの調べると絶対あそこら辺の時って多かったような気がしますということで、ご質問ありがとうございました。で3つ目、あこれ面白いですね。個人的に好きなユニフォームとかありますか？大学トップリーグ、各国代表、何でもいいのであれば教えてくださいということで、これあれ以前僕どっかで話さなかったっけ。僕はですね、やっぱりですね、一色が好きですだからオールブラックスの黒、イングランドの白、ウェールズの赤、スコットランドの紺、アイルランドの緑みたいなの中で、特にやっぱりイングランドの白と、オールブラックスの黒がやっぱかっけえなってやっぱ思っちゃいますね。でなんか大学ラグビーとかだとやっぱしましまが結構、あの横島とかがあのメインなんですけど、やっぱあの普通にラグビーっていろんな国が後追いでどんどん参加してる、まあ、それは野球とかサッカーもそうかもしれないんですけれども、国を代表するスポーツとして結構最初からやってたから、やっぱ色が後の方に参加するチームって色ないんですよ。だからしましまになったっていう話があって、だから日本が日本代表としてやろう、ラグビー参入した時にはもうある程度いい色は全部他の国に取られちゃってたから、しましまにしたという説があるっていうぐらい、やってた時って、まあ、慶応のタイガージャージ好きでしたけど、僕早稲田の演じと明治の志向に憧れてて、慶応のなんかこうミツバチみたいだなみたいな、でうちの娘とかもなんかミツバチだよね慶応とか言われてうるせえなんて言ってますけれども、好きなのはやっぱ一色がかっけえな、一色が強くなるなと。で僕も大学の時にあのセカンドジャージとかもあるんですよね。例えばジュニア選手権とかって国交ジャージは着ないんですけど、あの紫紺のジャージ、えんじのジャージみたいな感じの時に慶応は国交ジャージっていうんですけど、ジュニア選手権とかの時ってセカンドジャージなんですけど、紺の一色だったりして、実は僕そっちの方が好きだったとかいうのもあって、まあ、当時から一色はの方が好きだったっていうのはあったりしますということでこんな質問していただきありがとうございます。メインの動画ではなかなか話せないんで嬉しく思います。ありがとうございます。で続きまして、この際なので、もうなんかね、普段はなかなか面と向かって言えないような佐野さんと正樹さんのいいところを言ってください、お二人もきっと喜ぶと思いますっていう、もう本当に素敵な質問ありがとうございます。そうですね、定期的に質問いただくんですが、もともと佐野と正樹っていうのは、僕からそのビジネスを学ぶっていうところの関係から始まって、で正樹は皆さん知ってるかどうか分かんないですけど、言ってねえか、あいつもともと映画の助監督やってまして、結構有名な映画とかの、助監督とかもやってたりして、ただその後、まあいろいろ挫折したのか、
まあ、ある程度自分の限界を感じたのか分かんないのか、あとはもっと自分でビジネスをやってみたいっていう気持ちがあって、それで僕と出会ったり、佐野はですね、本当にああ見えて結構もう大変な若い頃を過ごしてて、今でも若いんですけど、2人とも同じぐらいの世代であれなんですが、あるスポーツ用品店かな、なんかそこら辺で就職してたんですけど、どうかで結婚も奥さんとした時に、どう考えてもこれお金が回んねえぞってことで、あいつ就職しながらバイトとかもやってて、でいろいろやりながらもうちょっとそのビジネスしたいってことで、自分でビジネスをやり始めて、だからそういう意味では僕よりも先に、若いくせに僕がサラリーマンの時から彼はビジネスをやってると、いうところで、でその後僕のことを知って僕のところに学びに来てるということで、二人ともやっぱりガッツがあってありますが、二人ともなんかいろいろ性格が違くて面白くて、まさきはやっぱ容量がいいですね。で佐野は不器用なんですけど、まあ、腹座ってますね。だからもう本当に、あと爆発力がちょっと怖いな、すごいな、佐野の爆発力が怖いなと。ただ浮き沈みも結構あるんで、そういう意味ではまさきの方が結構うまく立ち回るとかあるんですけど、なんかこの二人がだから組むと結構バランスよくいろんなビジネスとかもうまくいってるなっていう感じがします。だからね、まさきとかはもうなんか佐野とまさきで3人で話した時に、やっぱり佐野の方が凝り性ですね。だからもう本当にシャイニングアークスとかのことももうあんなに好きになっちゃって、もう調べまくったりだとか、でまさきはまさきである程度興味がいくと、そこでまあ十分満足して、あとまあ他にもいろいろ見たくなるっていう感じだから、佐野のバスケのチャンネルとかを多分応援したくなるみたいな感じだと思いますね。だけど2人とも30ちょいにしてはすごく自立していい感じだと思いますので、こいつらが いるから僕も頑張れて、今はちょっとなかなかね会えないんですけれども、まあしょっちゅうZoom とか電話とかしてるんで、また近いうちに面白い企画を提案すると思うんで、 お楽しみくださいということで、すいません、そんな感じでございます。答えになってますでしょうか。続きまして、よく動画を見ています、ありがとうございます。関西 A リーグの特集をしてほしいですと、また関西4連覇の天理大学の全国制覇の可能性なども動画にしてほしいですということで、そうですね、もっと情報欲しいですね。だから本当に関西リーグをしっかりやるってなったら、関係者を通じて本当に取材とかしに行かないと、あんまり本当に情報としては、でもこんなにね、学生スポーツで情報をやるってのってラグビーだけじゃないですか。はっきり言って野球の大学とかサッカーの大学の情報ってここまで出ないですからね。そういう意味では日本ラグビーのちょっと弊害でもあるんですけど、大学がやっぱり人気の中心の時に、でもその中でもやっぱり対抗戦とかリーグ戦の方とかが中心になってくるから、関西っていうのはなかなかないんですけれども、やっぱ特集はしたいですね。だからやっぱり誰かに話聞きに行くしかないな。で、関西4連覇の天理大学の全国制覇、これはもう散々言ってますよね。はい、もう関西リーグ全部の底上げしかもうないっすね。だからやっぱりその予選の時に天理一強っていうことになってくると、やっぱり本ちゃんの大学選手権でやっぱ関東になかなか勝てないし、予選の時に同じようなプレッシャーをかけて、やっぱり大学生なんでプロとまた違うんで、日々こうやって成長していかなきゃいけない時に、1試合ごとの成長がやっぱり対抗戦とリーグ戦に比べて、関西の方がやっぱりちょっと予選での激しい戦いが、天理以外は結構熾烈なんですけれども、天理がそこ抜けてるんで、他のチームがやっぱ天理にもっと追いついて、天理にもっともう冷や汗かかしたり、やべえやばかったみたいな試合とかを予選とかで何回もやっとかないと、いざ本ちゃん大学選手権を本ちゃんとした場合に、もうめちゃめちゃ足元すくわれるっていうか、関東のその予選を戦い抜いた、だって大東文化とか去年出れないですからね、あんなにいいチームに仕上げても。だからそういうところの予選の厳しさを関西リーグはやっていかないと、井の中の蛙っていうか、関西だけのじゃなく、もうあくまでもこの関西リーグっていうのは、その後の大学選手権の関東に勝つためのステップなんだっていうぐらいのところまでいかないと厳しいかなと。
いう感じはします。やっぱ天理大もね、だからやっぱ島根くんのキャプテンの時、あの時本当に優勝したかったと思うんですよね。だけどやっぱり最後の最後、勝負強さがやっぱり明治は帝京とか早稲田、あの時予選に慶応とかにも負けてますから、そういうのもやっぱり経験してるからああいう試合になったのかなって、すいません そんな簡単なもんじゃないんですけれども、僕はどうしてもそう思ってしまうので、だからもう立命、同志社、共産大、近畿大、摂南大、もう本当にそこら辺がもうどっか天理食うみたいなぐらいまで行ってて、天理はうわすげえこいつは強いな、だけど俺らはこんなところに負けてる場合じゃないんだとか言って跳ね飛ばして、でいうような環境になれば、もう全然天理の全国制覇の可能性もあるかなっていう感じはします。ということで関西4連覇を阻止する大学が現れるのかなっていうのがすごい楽しみでございます。同志社とかね、っていう感じで、すいません、また結構な時間になってしまったんで今日はこの辺で、いや他もあるんですけど、ちょっと明日に回そうこれは、ちょっとあんま長くなるとここはあれなんで、ってな感じで、本当にツイッターの質問はすごい嬉しいです。引き続き定期的にお答えしていくので、よろしければそちらの方もフォローしていただき、質問していただけたらなと思います。こんな感じの返答になりますが、少しでもお答えになっていれば幸いでございます。ということで、本日もお付き合いいただきありがとうございました。それでは参りましょう。レッツラグビー。